今回は第17代天皇李忠天皇について解説するぜ。一体どんな天皇なの？李忠天皇は第16天皇仁徳天皇の第一皇子で、大江の伊賀保明の命という名前があるんだぜ。この天皇には、住之江の中津命という弟がいたが、天皇皇位継承の儀式の後に反乱を起こし、暗殺を企てるんだぜ。李忠天皇はどうなったの？命からがら逃げることに成功したんだぜ。よかったわね。李忠天皇は弟の反省天皇に暗殺を命じて、住之江の中津命がトイレに入っている時に、部下に命じて矛で暗殺を実行したとされるぜ。トイレで暗殺されるのはごめんね。西暦421年と425年に当時の中国に使いを送った、和の王の一人の和王さん、もしくは、430年に中国に使いを送った和王であるとされているぜ。海外でも認識されていたのね。李忠天皇の文献には、当時の讃岐国の宮津子を呼び寄せたが、無視されたという悲しいエピソードもあるんだぜ。なんかかわいそうね。